来た、イエイ。じゃあ気のせいじゃなかった。おはようございます。おはようございます。今日は東京湾、はい、立ち尾天野ですね。立ち尾天野ですね。なんか久しぶりなんですよ。久しぶりにやりますね、はい、僕ら、はい、まあ、前情報だとちょっと厳しいみたいなんですけど、はい、あ、そうなんだ、はい、厳しいんだ。厳しいっぽいですよ。あ、なるほどね。でもまあ、分かんないですけどね、はい、どうなるか、はい、ってことでね、今日は厳しいのか、大きい立ち魚を、はい、勝負しちゃいますか。ドラゴン勝負で、はい、はい、長さ短いでね。ですね、戦うような感じでね。はい、と、はい、いうことで今日はドラゴン勝負ということで、はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。頑張るぞ。このノットは PR ノットです。あれは機械を使って何回ぐらい巻きつけるんですか。ボビンノッター基本的には、まあ、号数にもよるけど、まあ、1.5 号くらいだったら 4,50 回、もしくは、回数ね、数えるの大変なんで巻き付けの距離だいたいね、2センチ前後巻き付ければ十分強打出ます。フィニッシュは最後はね、ハーフヒッチでね 4,5 回やって、まあ6回7回目を2回巻いて締めて終わりです。それであえてちょっとだけ残しておきます。一応ね、リーダーの方はね、だいたい竿の長さ分くらい、まあ、まあ一広くらいですかね。でカットしてから、状況にもよるんですけど、基本的に僕の場合、立ち魚天野の場合はバイトリーダー、ね、この先に太いラインを40センチほどつけます。リーダーの方を輪っか、リーダーを輪っか、バイトリーダーじゃなくて、はい、リーダーの方、リーダーは輪っか、はいはい、でバイトリーダーを通して、でこれでまあラインが太いんでね、5、6回巻きつけます。バイトリーダーを巻きつける、はい、バイトリーダー、これね、逆でもいいんですけど、逆だとね、細い方だとね滑って抜けちゃうことがあるんで、太い方でリーダーの輪っかに通して、で一度は滑らせてから締め込んで、これはね非常に簡単です。スナップの方は基本的には移動結びです。本線に2回回してくぐすだけ。そうするとで、はい、今回使ってる、ラインですね、メインライン、PX8、 C が PX8 の、1.2 号と 1.5 号で、リーダーがグランドマックスの FX の5号を2キロで、先糸にバイトリーダーとして、まあ、切られやすいところにバイトリーダーとして、プレミアムマックスの、18号、これをね60センチ以上入れております。でどちらかというと激しく叩く、動かしすぎるといった感じの誘いになると、やっぱ中型とかそういったサイズがじゃれついてきて、で餌を食べに来る、でそっちの方がやっぱかかっちゃうんですよね。どちらかというとやっぱりドラゴンサイズはなるべく静かな、どちらかというとスローな釣り方とか、なるべくバタバタさせない、動かしすぎない、そういった感じの誘いとかになったりもしますし、こればっかりはやっぱり運もやっぱ必要と。あとはもう潮の出来という具合によって重さが変わる。
でも大丈夫ですからね。で、まあ、あとは状況次第で40、50、手の方は使用してみてください。メーターで結構ね早い動きで食ってきましたわ。2回巻いて止めでトン、もう止めた瞬間のあたりはもう完全に動きに反応している魚ですね。うん、待ってろ作戦です。待ってろ。意外とさ、やっぱこれ止めの長さって肝になってくるような感じがするんですよね。でもうでかいの狙ってるからね、今回は数じゃないしね。間違いない。でかいのどうやって釣るか。いやマジ釣れないんだね。これはやばいぞ。これは足んないかも。これは甘くないぞ。メーター、ここ何メートルだ。57くらい。57、うん。あー、いる。もう終わっちゃうから。ちっちゃいな。ちっちゃい。あー、俺にかけられるやつじゃないよこれ。あー、かかんねえ。いるんじゃない。あ、いた。いた。いた。いるのかな本当に。危ない、この取り込みがな。あ、やばい。やばい。糸が、糸が。危ない。オッケー。ナイス。よっと。まあ、とりあえず待ってる作戦ですね。待ち眺め。待ち眺めのガチャガチャって感じですか。もっと早く巻いてもいいのかな。お、来た。イエイ。すげえ。57くらいかな。57くらい。しつこく粘っただけあった。すごいね。さすがですね。あ、大きくなった。はい、大きくなった、少し。やばい。お。いる。あ、ちょっと並んだ。お。並んだよ。でもそれ尻尾切れてるな。あ、本当だ。幅じゃない、長さだもんね、今日ね。そうそうそう。ちょっと曲がってんのが気になるんだけど、この流しだけ使っちゃえとかって思っちゃってる俺がいる。これやっちゃダメなんだよね。なんかね、バナナみたいになっちゃってんだよね。これ良くないよね。ちょっと怖いですね。バナナみたい。ヤシがバナナみたいにくっついちゃって、こんなになって。右曲がり、左曲がり。ほんとね、左曲がり。ちょっとね、こう、よじれてこう曲がっちゃってんだ。
当たった久しぶりに当たった本当マジか魚いた久しぶりすぎて思いっきり合わしちゃった他ないよねどこあ当たったマジああ60-50 おおあいるかいたよっしゃー来た来たいいの気持ちいい大きくなったかな悩ましいんだよなお長くなったぞよいしょ長くなったぜなんか微妙に調子に乗ってきたよ俺もう膝が関節が痛くて。うわ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 しゃー。なげえよ、なげえよほんまに。長かった。強いて言えば40-50にしたね。それかな。大きすぎてたんだ。40-50にしたの。うん。ヘッドそう。ちょっと慎太郎さん見て結構定点で定点っていうか叩いた後止め結構長めに取って当たりでしたから、うん、俺40でやってて結構がっつり動かしたじゃないですか。なんか動かしすぎなんかなと思ってそれを抑えるためにちょっと重くしたんですよ。そしたらたまたまかもしれんけど来た。え、すごいよ慎太郎さん。寝がかりだよ。上がってきちゃった。頼むよ。ここまで来たら、おいしょ、あるよ。すごいな。こう餌付けしててね、なんかあうまく負けたなっていう餌はね、だいたい7割くらいの確率でね当たりがある。これは釣れそうだな。じゃあ気のせいじゃなかった。あ、重たいよ結構。これでっかいんじゃない？これやった。おお、すごい。ふわっとの後にガッとんだ、はい、強烈だね。あ、当たった。今当たりじゃない。当たり、なんかどちらかというと汚れっていうあの中に反応が入ってるような。じゃあチームはどれなんだよ。チームどちらかというとこういった60のこういった点々反応がこれらいつも出てる最後なんですけど、この辺でズドーンって来ないかな。なんか嘘、ここすげえ今いい感じだったのに。待て、ほら来た。おお、予想通りですよ。すごい予想通りだ。なんかね、うん、違うとこあるよね。ある、パタパタやってて。なんか高いでしょ。うん、その辺がだからなんか当たりが多いなぁなんて思ってた。オッケーオッケー。お、ナイスナイスよ。空気だ。おー。うわ。空気空気。おいしい。
よっしゃ、気をつけて。すごいな。55分ちょっと使えなくなっちゃったんだよね。俺なんか一瞬5回出た雰囲気だ。そう、55なくなっちゃった。そう、1個しか持ってきてなかった。だいたい40じゃないですか、使うので、あれしたらなかったっていう落ち。60はあるけどね。吉岡君、はい、今回は勝ちじゃなくてよかったですね。最初の対決で。ちょっと待って、どっちにしろだわ。じゃあ行きます。はい。ディリン。お、88。88。8.5。やっぱドラ8だから88だね。88。ああ、もう少しでっかいのな、釣りたかったけどな。105。105。105。てってれー、当たり前なもう。そんだけ釣られたら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、もう冷や汗すごいよ。いやー、難かったっすわ。なんかね、難しい。なかなか思った通りいかなくてね。いや本当にね、はい、もう終始僕はね、もううまくいかないで終わったんですけど、慎太郎さんがしっかり、まあ、ちょっとね、うん、楽しめたんですけどね、くれたんで。結果的にこの対決はさ、もうドラゴン対決、ね、大きさ対決だったんですけど、はい、ドルルルルってことで僕の負け。はい、慎太郎さん勝ち。サイズも、はい、たまたまうまくいっちゃったな、今日はな。でかいの釣りましたね、メーターオーバー、はい、素晴らしかったです、はい、ってことで帰りましょうか。もう今日帰ろう、疲れたんで帰ります、はい、お疲れ様です。